長良川は郡上市の大日ヶ岳を源に美濃地方を貫通して三重県桑名市から伊勢湾に注ぐ一級河川です。流路の全長は166キロメートルに及びます。長良川の迂回はこの大河の中流域に位置する関市の尾瀬と岐阜市長良で行われています。迂回の両場は歴史的には必ずしも一定ではなく、その時々の社会背景や川の環境などによって変わってきました。15世紀には都の公家が長良川の迂回を見物し、織田信長も客人に迂回を見せてもてなしたと伝えられています。江戸時代、迂回で取れた鮎を使う鮎寿司は岐阜の名物として尾張藩から将軍家に献上され、長良川の迂回は尾張藩の保護を受けていました。明治23年には迂回漁法を守り伝えるため御漁場を設定し、尾瀬長良の両迂回が当時の宮内省の管轄に入りました。江戸時代も後半には一般の人々も気軽に船に乗って迂回を見物するようになりました。現在では観覧船に乗れば迂回が見られます。鵜船が停泊する場所は迂回航路といいます。準備が整った鵜船から順におよそ 1.8 キロメートル上流の迂回大橋にある回し場へ向かいます。回し場は出漁の準備をするところです。回し場に着くと鵜船を固定します。鵜匠は棚輪を鵜につけます。鵜の首には首結いを結い、腹には腹掛けをつけます。首結いの結い加減が漁の成果を左右すると言われており、鵜の体調やその日の漁によって鵜匠が毎日加減します。出漁時間が近づくと中乗りが焚き火からとぼしを使ってかがりに火を入れます。出漁順を決めるためのくじ引きは友乗りが行います。くじ引きは漁がスムーズにできることと漁獲が平均するように毎日行います。漁に行くときは方位に関係なく、下流に向かって右岸を西、左岸を東と呼んでおり、くじ順も西奥、西の2番目、西前、東奥、東の2番目、東前と決まっていきます。鵜船は奥から順に出漁します。棚輪さばきは鵜の動きを見ながら棚輪を操る技を言います。鵜匠は棚輪を左手でまとめて握り漁を行います。絡まぬように棚輪をさばく技は熟練を要します。鵜匠は鵜が魚を捕まえやすいように支援をします。鵜は状況や経験年数によってさまざまな動きをします。年長の鵜は川をよく知っているため、魚が少ない深い場所には潜らず、魚のいる背にかかると働き出します。
方、新鳥は前に出たがります。このため棚輪が張ったり緩んだりするのです。鵜匠はある時は船べりから半身を乗り出し、体を折り曲げて水面近くまで手を下ろして棚輪を限界まで伸ばし、鵜が魚を取りやすいようにしています。鵜飼漁における鵜舟の操船は、共に乗る共乗りと鵜匠の背中の横に乗る中乗りで行います。通常共乗りは中乗りを経験した者が当たり、操船の責任者となります。鵜舟は水に強くて軽い高野巻で作られています。鵜匠と鵜と船頭が一体になり、川の背を越えながら漁をするため、船全体が柔らかくしなるようにできており、細長い形になっています。竿と貝は背方では水深が浅いため竿を使い、流れに乗ると竿から貝に持ち替えて操船するのが基本と言われています。漁には川の状況、鵜の動きなどを瞬時に判断しながら最適な操船を行う技術が求められます。貝で船べりを叩き、鵜を励ましています。観覧船すべての仮下りが終わると、西から九時の順番に鵜舟六艘が川いっぱい斜めに広がり、同時にゆっくり下りながら漁をする総絡みが行われます。その後、左岸に並ぶ観覧船の中央付近で鵜舟は友を東に向けて一列に並びます。漁が終わると鵜舟を岸辺に止めます。鵜匠は鵜を船べりに上げ、棚輪を外します。また足し餌をし、中乗りや共乗りに渡し、鵜かごに刺します。これを上がりと呼んでいます。目の前で繰り広げられる鵜飼の光景や鵜への掛け声、船べりを叩く音などを楽しむため、年間十数万人の観光客が集います。